皆様今夜も始まりましたチェルズラジオルーム改めましてこんばんはチェルですこの番組は皆さんの夜のひとときの癒しになれればと眠る前の少しの時間ですが私チェールがトークや歌を皆さんにお届けするラジオ番組になっております、えー、先週十四日は 202024ジャパンツアー I want to love love sing の東京公演でしたお越しくださった皆様本当にありがとうございます J ラジーリスナーの方もたくさん来てくださいましてであのお花もねオレンジ色の素敵なお花を送ってくださって本当にありがとうございますえっ、ー、とライブにね関して全部はご紹介しきれないのですが あのそのそご紹介しきれないほどのメッセージをいただいています。本当ありがとね。で、その中からいくつかメッセージを読ませていただきます。えー、トッシーさんから。初めての会場でステージとの距離近すぎて緊張したけどその分迫力がすごかった。優しい曲から力強い曲まで歌い上げる姿が本当にかっこよかった。今日言えなかったから大阪で写真お願いしよう。 お花の企画も参加させていただきありがとうございました。ということで、えー、続いてまみこさんから、チェールちゃん、2024ジャパンツアー、I want to love l o sing、チェールちゃん、愛止まりません。今日も朝から知恵歌リピート、チェールちゃん、大輝くんの掛け合いもほっこり、あったかくて楽しかったな、大輝くんのピアノとっても素敵でした、ギターもかっこよき。えー、皆様本当にありがとうございます。 あのーね、来てくださった、えー、と渋谷 GG というところが1回目私がソロとして、えー、ライブをしたそれもおそらく渋谷だったと思うんですけどセブンスフロアというところの会場の雰囲気にすごく似てるなと個人的には思っててでああいう、まあ、来てくださった方なら分かると思うんですけどああいうその。 アットホームな感じのところだったので最後あのライブ後にあの出てねちょっと顔を出して皆さんと挨拶したりとかお話ししたりとかいろいろできたので私もすごく嬉しかったし久しぶりにみんなに会えて本当に本当にすごくすごく嬉しかったですであのお花を送ってくださった皆さんとあのお写真も撮ることができてよかったなと私も 後日いただいたただんですけども一つまた宝物が増えたなという感じなんですけどもちょっと大阪でそう大阪の会場またちょっと変わっ違った感じなのでみんなとお話できるかどうかはちょっと分かんないんですけど出られたらお話ししたり写真撮ったりしようねと思います。 そう大輝との、ね、掛け合いもあの中国のツアーを経ってあ結構いろんなことを喋ったりなんか今までその舞台上で大輝とお話しすることもなかなかないぐらい余裕がなかったなっていう印象だったんですけど今回は本当に自分があ心から楽しみたいという思いをでうんと企画したライブなので大輝ともいろんな話をしたり。 掛、えー、け合いをしたりとかねいろいろできて楽しかったなと思います続いて初めてメッセージくださった方かな、えー、息子のパッパさん、えー、9月14日ライブ楽しかったです、えー、チェ生チェールざんまいな時間と思いきやあれ希望の人おもむろに看板とも言えるような動作でギターをかけて完璧なタイミングで入った何この人 ちょっとドレッドヘアの電車で乗り合わせたら少し怖そうなお兄ちゃん。ナッツだ。<laughs> 生チエルのおつまみナッツなんだな。<laughs> あれ次の曲は首を少し下に傾けてタイミングを測っている。ドレッドなのに生徒会長の顔つき。唐揚げだ。ナッツなんてもんじゃない。唐揚げだ。唐揚げをつまみながら生絞りチエル三昧。この後 MC で。 万能王の異名と中国でのうっとり娘さんの話を伺いしてるここにうっとりうっとり仕掛けたおっさんがいますブレスレスちょっと苦手な曲でしたお MV と曲がうまくマッチできなくて頭の中で置きどころ迷っていましたがなんて視線チェールさんの突き刺す視線脳みそがまるマルチスレッド化 刺さる。動けない。<laughs> そりゃあ,あんな視線で射抜かれたらフリーズしちゃうよね。はまった。チエパズにこのピースはまりました。やったー。してしまい。これまた MC で可愛いからのブレスレスでかっこいいを伺い。知ってる。ここにフリーズしたおっさんがいます。衝撃的な感動の生しもり。チエル三昧。ありがとうございました。<laughs> ところで、 中学生の息子ですが、どうだったクランベリージュースが超うまかったああ、それはよかったそこああそうか頭から半数して何これ半数してんのねから始まりえ心臓を飛び越えて響いてくるのすごかったね帰り着く頃には知ってる曲5曲あったのよかった今のところ聞き出せた衝撃を受けたものは クランベリージュース、初めて聞いた生,生のチェールさんの歌、初めて聞いた生の関西弁です。人見知りで、初めて会う方に愛想のない息子ですみません。感想文の苦手な息子から、ライブの感想は聞き出すのに半年くらいかかりそうですが、確実に息子の中で何かが変わってくれています。リクエストさせていただければ、花火です。この曲がラブソングであることは理解しているのですが、 朝焼けから連想してしまう情景は20から30代徹夜で物理解析と報告書を書いている時の休憩で何とも言えない感情を持った朝日を眺めていた場面です。こここまでやるる意味はあののかなこんななななん無茶な仕事の取り方良くないよなという感情とともにそれでも仕上げた報告書に完成しました。 達成感を感じていたあの頃もう少し眠ろうかと重なる始発を少し過ぎた電車でわずかな睡眠時間を取りに家に帰るその時いつ聞いても思い出してしまいライブでも少し泣いてしまいましたまたライブに伺いたいです長文失礼しましたコーリングに34日費やしましたがまだあじゃクーリングに34日あ35日あ何,何3から5日 ししまままたがまだ冷めません <laughs> ということで、ね、<laughs> おもろ <laughs> えー、息子のパパさんあのー、最後えっとじじいで挨拶というか、あのー、皆さんとコミュニケーション取らせていただいた時にあの息子さん私と視線を合わせてくれなかったあのシャイな息子さんのパパさんなのかなと思うんですけれども。 文字何めっちゃおもろいねんけどあのこれちゃんと書いてあることを全部読んでますからねであの最初最初のところのそのナッツだやら唐揚げだやらはちょっとよくわかんないんですけれども生搾りチェール三昧という私 か何かのお酒だ取れだとしてそれに合う最高の付け合わせということなのでしょうかおつまみということなのでしょうかものすごく文章が面白くて最高ですねありがとうございます <laughs> えーっとどこから行こうかなと思うんですけれどもブレスレスがそんなあのー、し いい意味で衝撃を何、あのー、て言うの衝撃をこう上げることができてあのすごく嬉しいしあ,、まあ、あの空間でできるブレスレスを私なりに届けたつもりではあるんですけどもなかなかこう、まあ、MC でも言った通り。 アットホームな環境で曲に幅がすごくあるのでそのここで「ブレスレスを」をまあ全力で歌ったのは確かに全力で歌ったんですけどその何て言ったらいいんだろうなまあそれぞれの曲をやっぱ箱に合わせて加減をし加減って言ったらちょっとあれかもしらんけどその箱に形をこう整えてた作業もあったりするのでなんかこう そ,それでも響いてくれてよかったなという印象です。で私クランベリージュース飲んでないんですけど飲んだらよかったなという <laughs> こととあと,、えー、と最後「えー、花火」はですねえっ、ー、とラブソングではないんですよ実は。これはあのー、えっ、ー、とーこの息子のパパさんが実体験を 書いてくださったあ内容に、えー、すごく合ってるというかあの、まあ、この曲実はその「科捜研の女」という,うドラマのために書き下ろした楽曲ではあるんですけど、えー、とラブソングの要素では全然なくて、まあ、私が本当この息子のパパさんが言うように毎日繰り返される日々の中で。 うんとまあその『科捜研の女』の主人公の人にこうフォーカスした時にやっぱりすごくコミカルにえと書かれているドラマではあるんですけどまあ働く中でやっぱ人の死だったりだとかまあそこにその殺人が関わってくると憎悪だったり人をこう殺めてしまうほどの強い気持ちだったりっていうのを。 多分その解明していく中でた当てられるというかそこに行き着くじゃないですかそうなってくるとその人のその黒い部分というか強いき、あのー、重い気持ちっていうのは多分あのものすごく自分にも影響してくるからたとえそれがうんと正しさであったとしてもその後ろにう見えない こうなんて見えないようにしてる苦しさとかいろんなものがあるんだろうなっていう連想をした時に自分もその実体験として眠れない日っていうのはそういうものが積み重なってえー限界を迎えたというか積み重なった日だからかな日に眠れなくなるものなのかなと思ったりしたこともあるので本当にこの息子のパパさんが言うようにこの仕事をやる意味があるのかこんなむちゃくちゃなことを 感情を、ね、捨ててまで捨ててというか置いとく作業をあと何回続けなきゃいけないのかみたいな多分悶々と考えてでも朝日は変わらず昇ってくるその繰り返しをこう生きる中で、はあ、この朝日に照らされてもう少しだけ眠ろうかなってそしてちょっとこの綺麗な朝日と もう少しだけ眠ったらまた新しい一日を始められるかなっていう前向きなメッセージを込めて書いた曲なのでそこはすごく、あのー、リンクしてるちゃんと伝わって嬉しいなと思いましたでもいろんなことがブワって書かれててめちゃくちゃ面白いのであのいろんなところを,をこう何て言うの読みたい読みたいというかこうお答えしたいんですけどもちょっと今日は長めになりそうなのでこの辺にしておいて。 他にもね、ほんとたくさんメッセージをいただいてまして、皆さん本当にありがとうございます。あの、私、あの、X もそうだし、あの、インスタグラムの DM とかもあの、いただいたメッセージも全部読んでるので、本当に本当にありがとうございました。で、あの、今回ね、えっと、まあ、久しぶりに、日本では今、まあ、毎回、1年に1回ぐらいライブさせていただいてるんですけども、こう改めてツアーを、中国でのツアーを通して、自分の、 あこんだけ自分で言うのもあれなんですけどあこんだけ自分って歌えるんだとかあこんなに会場によって歌い方って変わるんだっていうことがすごくあの自分でも驚いていてなんか知らないうちにすごい成長してんだなってなんほんま自分でもびっくりして。で もっともっとこういうところでやりたいなとかもっともっとこういうふうにできるなとかやっぱ歌を通してまあ私が音楽を始めた理由としても歌が大好きだから歌うことが大好きだからなんかこう歌いもっと歌いたいなっていう気持ちがこう自然と芽生えてあのそれをこう聞いてくださるみんながいてくれてでこうなんてうんだろうなちゃんと私が伝えたかったことだったりだとか。 こうその成長した部分とかもあ皆さんのコメントを読んであ伝わってるんだなって伝わったんだなって思ったらそれもすごく嬉しかったしあ間違ってなかったんだなと思ったらうん、なんかやってきてよかったなと思ったのでやっぱりライブはやっぱりライブは楽しかったって今私言おうと思ったけど楽しかっライブが楽しかったことなんてこれまで一度もなかったから今回のライブはやっぱり本当に「IWANTOLOVELOVESING」で。 楽しかったです。まどわってないけど。うん。だから、すごく楽しめたあ中国あ、中国もそうだし、渋谷での公演になりました。みんなの中、聞いてくれたおかげです。本当にありがとうございます。で、次にね、えー、いよいよ今週じゃなくて、29日に、大阪、私の地元で、えー、このツアーのラスト、ファイナル、行うんですけども。 改めましてチ l 2 0 2 4 j a p a n t o w e r i WON'T ラ o v e l o 残すところファイナル大阪公演のみとなりました、えー、スケジュールは9月29日の日曜日大阪予ボ坊メタバレーです、えー、チケットねまだありますのでプレイガイドについては、えー、YouTube の概要欄をぜひご覧ください、えー、さてさて今週はですねちょっとライブの感想をたくさん、えー、ご紹介あの はずあれですけど紹介したのでテーマトークはお休みにさせてください、えー、今日久しぶりにリクエスト曲も歌いたいなと思っております、えー、今月のリクエストテーマは自由とさせていただいておりますということで8月にもらっていたメッセージでこちらはメッセージも読ませていただいていたのですが改めてこの方のリクエスト曲を歌いたいのでまたメッセージを読ませていただきますね、えー、まこさんから チエルさんおお久しぶりでですすライブ開催おめでとうございます私は東京と大阪両日参加させていただきます中でも大阪は彼氏も一緒に来てくれる予定でしてずっと叶えたかった好きなアーティストのライブにカップルで参戦するという夢を実現できそうです彼は普段あまり音楽を聴かないのですが晩酌の流儀を一緒に見ているうちに興味を持ってくれたようでライブに行くと決まってからはチェールさんの曲も聴いて予習してくれています チェーラージも私が流しているのを一緒に聞いてくれておりリクエストができると知った途端サザンオールスターズの真夏の果実が聞きたいってメールしてと言っていたので私が代わりにメールを打っていますリクエストするのが遅くなってしまった上に中国でのライブもあって難しいかと思いますが機会があれば歌ってほしいです最後に今回のライブツアーが全て無事に開催されるように祈っております東京大阪で会えるのを楽しみにしていますねということでマコ、ま、さん改めてありがとうございますマコ、えーま、さん えー、実は「渋谷 GG でお会いしたよね?」あの会った瞬間に <laughs> 震えながら泣いてくれたんですけれども「泣かんでええよ」って言うてほんであの一生懸命に感想とライブのことに関しての感想とえっ、ー、と大阪で彼氏を連れていきますということとなんかいろんなお話をして可愛い,いなと温かいなと思ったんですけれどもそんなまこさんの彼氏さんの に会えるとということで今夜はこの曲しかないだろうってこのリクエストしかないだろうということでこの眞子さんの彼氏さんの、えー、リクエストに答えたいと思います夏の終わりにねちょっとちょうどいいメロディアースな感じだしうん何よりも眞子、ま、さんの彼氏がさあのできたこともこの「チェール人」でずっと話してたじゃん。なんか い,いよいよ会えるんだなと思うとすごく嬉しいし聴いてくれてるというのも嬉しいのでぜひ歌わせていただきますねそれではお聴きください、えー、サザンオールスターズさんの「真夏の果実」「涙が」 ありがとうございましたお聞きいただいたのはサザンオールスターズさんの「真夏の果実」でしたはいえー、そしてですね本日はあのここで少し重要なお話をさせていただきたいと思います実はですねあの私ジェルこのツアーを終えると私を取り巻く環境に少し 変化がありまして体制がね変わるんですねで今まで一緒にやってきた人たちからあの離れないといけないということになって、えー、いてですねでまあいい機会、まあ、このタイミングかなと思って、えー、今後のね活動についていろいろと私なりに考えなきゃいけないタイミングでもあるなとこの数週間、あのー、考えていたんですよ で考えて出した結論があります、えー、2015年からですね約10年ジエールというアーティストとして私なりのペースでやってきたのですが一旦ここで少しだけチールをお休みしたいなと思っております今回のね中国ツアーあの当半のライブを通して私の中ではあ今までにないくらい 歌いたいっていうさっきも伝えたけど気持ちは強くなっているのでこのまま活動をやめるとかいうことはあのないもちろんないのですがほんのちょっとだけの間あのお休みさせてほしいなという気持ちです全然これはあのマイナスな感情ではなくてはいでチエラジーも始めて2年半くらいになりまして ここののリスナーさんのあのみんみなにまず,まず伝えたいなと思ったのとみんななら多分普通に受け入れてくれるなと思ったのでここでお話をさせていただきました。えっ、ー、と本当にね何て言うんだろう活無期限活動休止しますとかっていうのを。 こう言うのも何て言うんだろうじゃないけど何か違うなってそこまでん誰の人生にも影響してないっていうか何 <laughs> て言うんだろうなそんな大げさなことでも全然なくて本当に、えっと、さっきも言ったんだけど歌うことが好きというところから私の音楽人生は始まって。 で右も左も分からずに、えー、歌う歌いたい歌が歌いたいという気持ちで大阪から上京してきてでがむしゃらに、うん、オーディションを受けてとかをやってきたんですけれどもで今あることもここまで来れたことも本当に全部全部本当に奇跡の繰り返し。 で全員音楽を目指してる人があ全員売れるわけでもなし結果が出るわけでもなし歌が上手ければあどうにかなるわけでもないこのギャンブルのような世界で私の音楽に出会ってくれて私というあーチェイルというアーティストに出会ってくれてでその曲を聴いてくれてでライブにお金を出して足を運んできてくれて。 でここまで、えー、続けられたことをここまでやってこれたことはあのー、最初はあかなり一方通行の発信だけになってたかなと思うんですけど本当にに J ラジオを始めてですねあのー、あ受け取ってくれてる人がいるんだなっていうのを自分で、えー、確認することができてでファンの皆さんとこう顔や声 など一致する,て認識することすこができてすごくそれがあのなんか嬉しくてあ届いてるんだなっていうことがすごい分かったし私の曲私チェールというアーティストを続ける意味っていうのはあのもう私だけの問題じゃないなっていうことも何て言うんだろうなんかこう言われたりとか。 感じたたりりとかしてすごくああがたい状況にあるなっていうのを分かった上でうん10年1個のことをやってきたからうんと本当に全然ポジティブに他のこともやってみたいなっていう私チエルという,うんなんて言うんだろうな。う 人生の一つの私という一人の人間の一つの選択肢が知エる音楽っていうのなだけであってこれがなくなったからといって私がこう死ぬわけでもこの先待ってる私自身の人生というものもあるしなんかうーんこうキラキラえ自分がしたいことをしてたいなってその時その時思うことその時その時私ができること その時その時心が惹かれるものを精一杯追いかけたいなっていうこともずっとここ何年か考えてたのでなんかそうそうもっとリアルな話をすればもっといろんなことがあるんだけどそれはまたね来週とかで話せばいいかなとも思ってるしでえとりあえず前向きな気持ちで一旦お休みをしたいと。 思います、えー、なので29日の大阪のライブは一旦活動を休止をするこのなんか一旦活動を休止するとか言うとすっごいなんかなんかこう何かあれだけど待て、まあ、ましょうかじゃないな活動を休止をする前の最後のライブになりますのであのー、楽しいライブに本当に楽しいライブにしたいとこのままねこのままの気持ちで思っておりますので是非皆さん 来てくださいでチェーラージについてもですね来週と再来週のあと2回であの惜しまれながら <laughs> とりあえず終わりにさせてもらえたらなと思いますここでつながったチェーラーの皆さんとは本当にあに感謝していますし最後の最後までよろしくお願いしますあのチェーラージを始めた理由もですねあの皆さん私がもともと MC がエイリアンみたいな あ宇宙人みたいなほんとるのが苦手だったところからこの間の GC 来た人ならわかると思うけどあのガヤに対して「うるさい」と言えるまで成長したので <laughs> もう十分喋れるようになったかなという目標は達成したかなと思っていますはいなのでねあの始まりがあるものには必ず終わりがありますので 惜しまれながらこの辺で、えー、さっと、えー、やめたいなと思っております。私が死ぬわけでもみんなが死ぬわけでも何でもないし私は存在し続けるのでこの世界に。なので、えー、木曜日の女から一旦降りるということ,だの <laughs> ことなのです。<laughs> なのでね、最後まで本当に本当に皆さんよろしくお願いします。さて、そんなチェラジでは毎回テーマトークを募集しております。今日はね、ちょっと喋る暇がなかったんですけども、えー、残り2回のチェラジのトークテーマ、この夏の思い出、もしくはチェラジの思い出でもいいです。皆さん、あのー、の思い出を教えてください。 そしてリクエストテーマは自由ですテーマトーク楽曲リクエスト私に聞いてみたいこと私に言いたいことあのー、何でもいいので X にハッシュタグチェラジカタカナでチェラジをつけてポストまたはメールでチェララジアット gmail.comtie l l e radio ア t マーク r g m a i l c o m まで送りくださいそうところで皆さん晩酌の流儀3は見ておりますか 今週が最終回なので明日の放送をぜひ私と一緒に見てくださいね。それでは、いつもいつもほんまに聞いてくれてありがとう。明日もあなたにとっても私にとってもいい日になりますように29日の大阪待ってます。おやすみなさーい。